ニーオーレスンの夏ニーオーレスンは、ノルウェー領、スワールバル諸島のスピッツベルゲン島にある町。人が定住する地としては、世界最北に位置する。ニーオーレスンとも表記される。1890年代からノルウェーによる炭鉱開発が進み、一時は炭鉱の町として栄えたが、1962年に21人の死者を出す事故が起こって炭鉱が閉鎖された。 その後町は研究者などに解放された。1980年代からは、ノルウェー人だけでなく世界中の研究者が、極地科学や極地生態研究の世界的拠点として活用するようになった。現在は、ノルウェーのほか、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、フィンランド、デンマーク、アイスランド、ポーランドなどが2オーレスンに、 研究所を設置している。日本は国立局地研究所がニーオールスン基地を設けている。スバールパル諸島の中心は同じスピッツベルゲン島内にあるロングイエールビーインでトロムソと直行便で結ばれており、ニーオールスンはロングイエールビーインから下記のみ運航されるチャーター便で結ばれている。定住者は研究者を除くと基地の所有と管理を行っているノルウェー国営企業。 キングスベイ社の従業員がほとんどを占めている。人口は30人から35人で、夏には来訪者を迎えて、約120人に増える。6から8月の平均気温は2セッ5度、その他の月では、0日となる。月間降雪日数は6から8月が2から6日、残りの月では11から18日である。ありがとうございます。